はい、皆さんおはようございます。吉田成正です。まあ動画見ていただける方が夜見ていただいてるね場合もございますので、こんばんは、あるいはこんにちは、ありがとうございます。はい、ですね、はい、再び島田にですね戻ってきましたけれども、朝迎えましたね。朝はですね、とりあえずまあ寒かったです、かなりですね。ですね、またいずれ紹介しますけど、蓄電器というのはですね、買いました。ちょっとね、何万かしたんですが、太陽の、光あるいはですね、電源からですね普通に電気を、蓄電できるというものなんですけれども、そちらにコンセントをさせるんですね。そしてコンセントを挿して、電気毛布を使ってたんですけどもね、2枚使ってました。朝までもつながったですね。朝ひんやり電気毛布ランプ消えてるみたいなね状態でしたね。寒かったです。そこでこちら、CGC さん、うまみの一杯塩ラーメン、チキンと野菜のうまみだしということです。こちらいきましょう。バシッ、はい、こんな感じでございますね。はい、野菜、あーこぼっちゃう、こぼれちゃう、野菜たっぷりですね、本当に。まあたっぷりって言っても、1日に人間、日本人成人男子がですね必要な、ビタミンミネラルをですね、含んでる野菜が取れてるかってそういうことではないんですけどもね、カップ麺にしちゃ野菜がすげえたっぷりだっていう感じがいたしますね。はい、ということで失礼しました。寒いね、やっぱりこれは風邪ひかないように気をつけないとちょっとやばいですね。ということでいただきます。うん、なんかいいね、朝のカップ麺、温かい。うん、ちょっと眼鏡が持っちゃいました。スープうまい、さっぱり塩味、まあそんなに塩は感じないな。ちょっと薄くほんわかというか、ほのかにか感じますけどね、塩味は。うん、まあ具が多めで、あったかい、そして、塩味さっぱりで、ね、いいかなと思います。ということで、点数をですねいきたいと思います。まあ、この点数ですね、前からね、申し上げてます通り、私の、味覚の私の判断でございますのでね、はい、全然ね、私が高評価してもですね、いやまずかったよっていう場合がある、その逆もねあり得るということですね。はい、79点。はいはい、ありがとうございますね。これからねゆっくり朝食べてみたいと思います。はい、ということで、今日ご紹介したのは CGC さんのですね、うまみの一杯塩ラーメンでございました。ありがとうございます。